川根近所の先輩と温泉旅行パート2。じゃとりあえず見に行きます。はい、行きましょう。ほらほら、うわいいこれ、なにこれ足湯、はい、足湯やん、お足湯ですね、ちょっと張りますていうていうかていうか行きますか、はい、行きましょう。てか塗りすげえ塗りたいやいいところですね。ね、閑静な住宅街があってね。閑静な閑静な住宅街どこにあるんですか。ね、住宅街がね。お、はい、あら、ファミマとはいい家族よ。はいはい、ファミマ。出てくるとこ。これ何かな、アディダスや、アディダスナイスナイス、アディダスがありますよ、ここ。うわすっごいいいな、うわファミマでアディダス、うわすごいな、ここすごいな、いや、嘘やね、うわすごいこれ、嘘や、今の何勝手ねえやけどうわすごいいいですねなるほどなるほど、はあ、うわガールズバーあるよ、マジか、これどこで行っとったんかね、おーはいはいはい、モンさん、はい、寄っちゃってください、あちょっと遠いごめんなさい、ちょっと遠いちょっと遠いカメラバックしてきたまあまあそうですね、なんすえこれなんすか、これなんすかモンさんこれ発見で発見うまいうまいえなんかあ大丈夫大丈夫これ取れ取れた消え取れあ大丈夫大丈夫取れたあうん一応取れた発見画面ザブトン8枚発だけおおいいところですね本当にはいはいはいねえいいよいいよあ撮影ですこれ公園。公園に行くらしいです。公園行きましょう公園。うわ。何にもないいいとこっすね。ほら。あれなんかご当地キャラですか。あれですか。ちょっと見に行きます。はい。はい、何でしたっけ。ちょっと見てみましょう。すごい。爆玉くんって書いてあるよ。うわ。これびっしょびしょびっしょびしょやここもびっしょびしょおもらししちゃったのかなここもびっしょびしょこれ多分うわ冷たい多分この子がおもらししたのかななるほど、うん、これ何、うん、うわっ今日からん何これえうまいねこれこれ何えこれどうなったのこれどうなったやろ本当にえ違う忍ぶえ関係ないあええ、うん、えなんちゃかの刃じゃないですかうわ鬼滅の刃のへうわのやつのやつやわすごい、ね、皆さん知ってますあここあえ、なに突っ込めよこいや、大丈夫やろ大丈夫か大丈夫やっていや、ここはまずいぞこれはまずいぞこれは絶対行ったらダメ絶対落ちるおい押すなよこれはマジで押すな押すなよこれはマジで押すなよこれはマジでやめな押すなよ絶対押すなって押すなよ絶対押すなよ絶対押すな押すなよ押すなよ押すけど行きましょうなんだよ今うわ
こで釣りしたいぐらい。そうですね。すごいね。あ、なんかあそこ防空壕とかあるし。本当や。防空壕。もっと別の避難の場所あるやろ。あれ見て防空壕っつうやつ山中のやつしかおらんやん。もうなんかなんか。何してんですか。何しとんすか。すいません。それ あんまりいや今予想のつかむ動きされると。センター乗ってなかったんでやめよう。いや予想つかんだんですけど。マジ予想つかむ本当にこっちとしてもやりてえ。何をしとる。何をしとるんだっけ。今日にも広がらんだって。ごめんなさい。いや大丈夫です。いやいいですいいです。まあ、基本カット。こんなん動画のね、うん、7割ぐらいカット。カットや。うん、この前。うん。うわ。え何これ。これラルフローレン。え、ラルフローレンじゃないですかこれ。ラルフローレンタオルや。すごいねさっきからアディダスとか。うわすごい。ラルフローレンとか。ラルフローレン落ちとる。マジか。すごいな。のとってブランドも落ちとるんですか。うん。柱にもなったりね。はいはい。柱がアディダスでしたよ。柱が。初の食レポに挑戦。ここを代表するミルクの。せっかくなんです。怖さ。すごいおしゃれですね。おしゃれ。芝生、人工芝生。サッカーすると痛いよね。人工芝生。痛い。切れる切れない。多分入れるんじゃないですか。入れる？入れるって。一回切れた。切れますね。もう始まってますわ。あ、ごめんなさい。めっちゃ白くなってほしい。これ何買ったんですか。あ、これはですね、はい、のとミルク、はい、まあ、定番のやつですね、はいはいはい、それを買いました、はい、で僕はのとミルクの空にしました。これなんかテレビで放映されて人気だったみたいな、はい、ね、重さはごめんなさい、そうですね、そうですね、そうですね、じゃあちょっと、はい、いただきますね。うらうらトロ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 じゃん。いただきます。おいしそう。おいしそう。おいしそう。すごい。うらうわうまそう。うわ食レポ下手。じゃあ僕食べます。見てください、はい、いただきます。食レポ下手。タクシーに乗って帰宅。はい、川根さん、なんでタクシーに乗ってるんですか。まあ簡単な話なんですけどね。天候も悪いのと、あと寒い、遠いで、ここまで歩くべきじゃない。だから私はタクシーで帰ります。はい、はい、戻ってきました。そうですね。どうでした、早速は。いやー、でもちょっと気温が今日寒いので、でしかもアイスを食べちゃったので、すごいより体が冷えてしまいました。なるほど、はいはいはい、あの距離途中からタクシーで帰りましたけど、早速もうそれで良かったですね、また明日に持ち越して。なるほどなるほど、ちょっと天候が、天候もそうですし、寒いし、急に寒い、今日も寒いですよね。ではそれではお風呂入ってきます。次回
川根七尾市で七尾ポーズの巻。